海上自衛隊次世代護衛艦クマノが、ついに、公海との情報をキャッチしました。今回は、この次世代護衛艦クマノを詳しく見ていきますね。ほとんどモザイクですが、違いますね。少子化化で、護衛艦の運用が変わる、世界屈指の兵器へと変わります。少子化化で、通常運用に、数人でできるなんて世界初ではないかな。昨年2022年の春先には、1番艦の、も、がみと、2番艦の、くまの、が就役を果たし、年末の12月には、3番艦の、のしろも就役を迎えたもが三型護衛艦は、今年も、順送りに建造中の艦艇が、戦列に加わることが予想されている。まず、2023年3月には4番艦の、みくま、そして、12月には、5番艦の、矢作が就役を行う模様で、6番艦の、阿賀野、も、昨年末に、すでに進水を終えており、毎年2隻ずつ、の実戦配備が、しばらくの間重ねられていく、状態である。も、が、三型護衛艦は、海上自衛隊における最新鋭の水上戦闘艦として、現在までのところ、22隻の建造が予定されており、ここ近年でも、例外的に、一種で、数多くの隻数を賄うことが決まっている、今後の中核を担う艦艇である。昨年末の2022年12月、現在の岸田政権は、安全保障関連の3文書の改定、及び、その内容の閣議決定を行ったが、そこでは、昨今の日本の置かれた、安全保障環境の悪化を反映して、大幅な防衛費の支出増が打ち出される形となった。海上自衛隊では、これらを受けて、護衛艦54隻、うち10隻が、イージス護衛艦、イージスシステム搭載2隻、イージスアショアの代替、潜水艦22隻、現行と同様、哨戒艦12隻の体制を整備することが決定している。この中では、最後の哨戒艦12隻というのが、これまでと異なり、全く新しい範疇の艦艇として登場したと言えるわけだが、各種の護衛艦よりも、大幅に小型で、警戒や監視等の、軽微な用途を専用に行うものと考えられる。個人的には、こうしたコンセプトの艦艇というものは、どちらかといえば、海上自衛隊の護衛艦よりも、海上保安庁の巡視船に近いものではないかと思え、尖閣諸島周辺海域等の警備の強化につなげる意図があるのではないかと感じられる。それ以外では、潜水艦隊の22隻体制は、現状維持とは言うものの、今でも、毎年1隻ずつ、の新造艦が、就役を行っている状況であることを鑑みれば、旧式な艦艇が、練習艦等に回されるとはいえ、実質の総数は、プラスが続くものと予想している。そして、何かと物議を醸すことが多かったイージスシステム搭載艦であるが、最終的には、通常のイージス護衛艦並みの規模艦で、ミサイル防衛を担う艦艇とするものに落ち着いており、それ以外の兵装にも、注目が集まっている。与党の一部の自民党の代議士の中で、このイージスシステム搭載艦は、ミサイル防衛用の迎撃ミサイルの他に、対地、対艦用の長距離攻撃用、及び、島嶼防衛用の兵装も実装すると、指摘されており、どれだけが実現されるのかも、見どころだろう。最後が護衛艦54隻体制であるが、現在8隻を保有、運用中のイージス護衛艦について、今回の安全保障関連の3文書によって、2隻増が盛り込まれ、その合計数10隻を除けば、逆に、その他の護衛艦が44隻であると考えられる。その44隻の護衛艦の中で、前述したように、今のところもが、三型護衛艦は、22隻が建造される予定と伝えられているため、
実に通常の護衛艦の半数を占める計算となり、海上自衛隊が、も、が味方に寄せる機体の大きさが伺えると言えよう。も、が味方護衛艦は、規模としては、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル、最大幅が 16.3 メートル、深さが 9.0 メートルとなっており、海上自衛隊初の艦首記号 FFM が与えられた艦艇である。これはもが、味方護衛艦が、直接の後継艦とした阿武隈型では、基準排水量が2000トン、満載排水量が2900トン、全長が 109.0 メートル、最大幅が 13.4 メートル、深さが 7.8 メートルとなっており、沿海域の警備を主任務としたのが、同艦だった。これに比すればも、が、味方護衛艦は、排水量、縦横ともに大型化していることは一目瞭然ではあるが、艦首記号の FFM とは、フリゲート艦を示し、かつ、多目的、マルチパーパスで、対機雷戦闘、マインに対応するという意が込められているとされる。そこでは、従来型の沿海域警備用の阿武隈型等の護衛艦とは想定される用途が、大きく異なっており、近年は海軍艦艇同士の直接の交戦は減少傾向であり、また対機雷戦闘も同様と見さされてきたことへの認識の変化があるように感じられる。対機雷戦闘を行う戦力としては、海上自衛隊においても、従来は掃海艇が担うべきものと定義づけられていたと思われるが、そうした小型の専用艦艇ではなくある程度の規模を持つもが、味方に、その能力を付与させたことが、ポイントであろう。これは、今、最も、日本の領海防衛の中で注力すべきと考えられている、尖閣諸島をはじめとした、南西諸島防衛という喫緊の課題に対し、そのあたりの海域を海上封鎖されること、また、逆に封鎖を担い得ることの両方への対応の必要性が生じているゆえだと思える。台湾有事をはじめとする中国との軍事的な対峙を考えた場合、海上自衛隊としては、いかに南西諸島の島々に中国海軍の艦艇の接近を阻止するのかが大きなポイントとなるが、その対処の一環をもが味方護衛艦が担うことになるのだろう。中国海軍側が南西諸島方面で機雷による海上封鎖を敢行した場合には、その除去にあたり、逆に中国海軍側の艦艇の接近の阻止には、自ら機雷の敷設を桃が味方護衛艦が行える能力を有していることが果たす役割は大きい。もが味方護衛艦は、そのステルス性の獲得に力を注いだことを武器に、対機雷戦闘を行う海域へと進出し、その除去と敷設という異なる両方を実施し得る艦艇として、南西諸島の防衛に力を発揮する存在だと考えられる。兵装としてもが味方護衛艦は、62口径のマーク36単装砲1機、マーク 41VLS、垂直発射艦、16セル、4連装の、1七式艦隊艦誘導弾発射機2機、3連装の 324mm 単魚雷発射機2機等が予定されているが、艦の大きさに比して重兵装というわけでもない。そもそも、これらの中で、主兵装と位置づけられるべき、マーク 41VLS、垂直発射艦、16セルは、搭載すべきミサイルの選定に、時間をかけるとされたこともあり、当初は、後日の装備に回されるなど、あまり対艦戦闘に重点を置いたとは言い難い。そうした対艦攻撃などの役割は、兵装の充実した汎用護衛艦やイージス護衛艦に任せて、も、が、味方護衛艦は、対機雷戦闘や警戒、
監視といった任務を主軸にこなすことが想定されていると見さすべきなのであろう。もが、身型護衛艦において特筆すべきな点は、乗組員数の定数が、わずか90名という部分であり、これは、イージス護衛艦のおよそ300名と比して、はるかに少ないことは言うまでもないが、小型なアブクマ型護衛艦の120名よりも、さらに少ない。そのため、通常の最上型護衛艦は、わずか、4名で運航管理が行われる体制であるとされており、近年の海上自衛隊が、組織として、慢性的に抱えている課題、つまり、乗組員の充足という、大きな問題に対し、一定の回答だと考えられている。しかし、その反面でもが、身型護衛艦ほどの規模の艦艇にとって、90名という、乗組員の総数では、一人当たりに求められる任務の量と質が、非常に大きいとの指摘も出されており、今後の未運用の経過で、その有用性が試されることになるのだろう。また、水上戦闘艦に限らず、軍艦として、非常に重要な要素の一つであるとされるダメージコントロールに関しても、物理的な損傷を艦艇が負った場合、その多くは、初動の人手による対応が鍵とも言われており、その部分も懸念はされている。昨年2022年には、ロシア・ウクライナ戦争において、ロシア黒海艦隊の旗艦であったミサイル巡洋艦のモスクワが、ウクライナ側のミサイル攻撃の後、結果的には沈没に至った例もあり、ダメージコントロールの重要性が指摘された。